今回は画面の上をクリックすると出てくる枝豆夫人のぬいぐるみをゲットする方法を紹介します。みんなは枝豆夫人のグッズも手に入れたかな？まだ買ってないという人はグッドボタン、もう買ったよというお留守番好きの方はチャンネル登録で応援してね。どうもこんにちは、ライさんでーす。今回は画面の上に枝豆夫人のグッズ紹介してあるじゃない？普段は有料なんだけど、もしかするとあるやり方をすると無料でゲットできるかもしれないんだ。その噂が本当なのかどうか検証するべく、今回はこの動画班たちを連れてきました。イエーイ。みんな枝豆夫人のぬいぐるみ欲しいか？ぜひとも買ってシャンドバッグ代わりにして。やばい、あの君たちこれ全部ピーヨン、ここ全部ピーヨンになったから君たちのせいで。とりあえず今回じゃあ枝犬から聞こうかな。じゃあ枝豆夫人のぬいぐるみ手に入れたら何したい？シャンドバッグ代わりにして恨みを晴らしたいでしょ。あー、同じことこいつ言ってる。またピーヨン増やそうとしやがってよ、本当に。え、なんかついてってる、すごい。何これ、なになに。じゃあその怖いクロッキーに聞こうか。クロッキーはぬいぐるみ手に入れたら何したい？醤油つけて食べます。そうね、枝豆ってそもそも醤油つけて食べるもんだったっけ。ライさんの記憶がちょっと曖昧だな。まあじゃあ次ちょっとココアに聞こっか。枝豆夫人のぬいぐるみ手に入れたら何がしたい？こちら。あー、ロックな方だ。今日も防空班たちにぎやかだな。じゃあ帰宅部は、あの枝豆夫人のぬいぐるみ手に入れたら何がしたい？じゃあみんなの話聞いたところで実際にやってみよう。スタート。まず今回の検証、噂で聞いた話なんだけど、あのトイレの奥に潜んでる枝豆夫人を10回以上倒すと手に入るかもしれないんだよ。ライツさんはこれまで結構な数討伐してきたからすぐもらえると思うんだよね。実際にやってみよう。スタート。とりあえずトイレ突っ込んで枝豆夫人討伐してみるか。行くぞ。行けよ、みんなジャンプで飛ぶよ。せーので、ジャンプスルー。行け。待って、入るか、全員入ったか。今回はラインブロックしてあるんで事前に連絡してないでしょ。なんでマジ引きずってんだから、前の話。クダケンがラインブロックした件について知りたい方はね、もう一個の枝豆夫人のサムネの動画出てると思うんでね、その動画チェックしてね。マジであいつの顔見たくないですね。よし、じゃあとりあえず今からこの枝豆夫人討伐していこう。みんな、ライさんが10回討伐できると思ったら高評価チャンネル登録で応援してくれよな。行くぞ。じゃあライさんは今からこうやってジャンプしてと。もうやばい、使え。またピーヨンが増えてくるよ、これ。はーい、みんな。なんでサボってんだよ、皆さん、ここでいる人たち。二人ともサボってんじゃん。ちょっと、君たちあと10回倒さないといけないからね、これ。この寝てる場合じゃないからね、そこで。おー、何やってんだよ。ココアとライさんで二人でしかやってないじゃん。マジかよ。お前の方にヘイト向くんで遠慮しとぎしゅ。まあ、だいぶ嫌ってるみたいだね。はい、クリアしたよ、クリア。はい、クリアしました。はい。はい、1回目。これでやっと1回目だからね。よし、帰ってきた。オッケー、とりあえず1回討伐できたんで、じゃあこっから2回目、3回目、そして10回目と、どんどん討伐していこうか。さっき言った帰宅部と、クダケン、ちゃんとサボらずにやるんだよ、いいね。もしこれでサボらずにやったら、プレステ5プロをプレゼントするかもしれないから。3、2、1でいきますからね。いくよ。3、2、1、飛べ、いくぞ。はん？すー。あれ？飛んでないやつがいる。さて、2回目効率よく倒せるためにライさん連れてくるか。あー、もう惜しい、もう少しだったな。待って、ついてこないで、クロッキーついてこないで。あー、もうクロッキー、待って、君同じルートに来るから、もうブーメランとタックルが一緒に来ちゃったんだけど。ここにサボってるやついるんだけど。こいつサボってんなー。ラケンさん、ピンチですよ。あなた動かないと終わりですよ、これ。あー、行き過ぎてる。あ、終わった、やばい。あ、終わった、さよなら。じゃあ2回目でーす。やっぱラインブロックして正解だったわ。めちゃくちゃ嫌いで草なんだよな。よし、オッケー、よかったー、入れたー、あぶねー。よっしゃ、なんとかこれで2回目クリアだわ、ありがとう。はい、落ちてください、どんどん落ちてください。ライさん最後に行くから。すー、よし、行くぞ。また一人だけ留守番してる。ガチで入らない気じゃん。いやー、マジでちょっと10回目だからだいぶちょっとね。時間ね、サボりクリア。ほんとだよ、どんだけサボってんだよ、マジで。いくぞ、ラストだ、しゃ、やったー、クリアだー。で、ライさん、これ噂が正しければ多分この水乗り越えたらグッズが手に入るみたいな出てくるはずなんだよ。マジみんな楽しみにしててね。何も変わってないけど、なんかちょっとクロッキーどうした？なんか足がグレグレやってる。大丈夫かこれ。待って、
足がもげてる。大丈夫か？なんか関節が変な曲がり方してるけど。え？生きてる？いや大丈夫、ライさんが助けてあげるからな。ほら、いけるだろ？ほら、大丈夫。今までありがとうございました。なんか死に際の最終回みたいなやめて、それ。黒木優子はいいやつでした。そうだね。ほら、もうやばい。足の関節がもうとんでもないことになってんだよ、俺。ちょっと動け。あ、動いた動いた動いた。とりあえずね、あれだね、無料でもらえますみたいな表示出ないね。何かが違うんだろうな、きっと。嘘だろ。あんなにたくさん倒したのに手に入んないの？ということは何かが足りてないはずだから。わかった、もしかしてだけど、あの豆三兄弟使って倒さなかったから扉が開かなかったんだ。じゃあそれで一旦やり直してみよう。スタート。じゃあライさんは一番使いづらいちっちゃい豆でいこっかな。よし、いくぞ。素直にお金を払えようと思った人はチャンネル登録だか評価よろしく。何を言ってるんだよ。ライさんはお金のない方でも手に入れるかもしれないと思って頑張ってっていうかね。そんなうまい話があるわけねえだろと思った人もチャンネル登録だか評価よろしく。とりあえずみんなジャンプして入るよ。ライさん、あの足が短すぎて上に行けない。これこっからジャンプするわ、ライさんの場合。オッケー、しとりあえず一旦これで入って、ライさんが。みんな入れ、頼む、今のうち入って。オッケー、待って、よりによってサボるやつしかいないじゃん。あ、よかった、よかった、一人頑張ってくれる人が一人。優秀な戦士である僕がいないのはきついですね。ほんとだよ、君来てくれ助かるよ。ほら見て見て、代わりに寝てるんだけど、残りの2匹マジで。待って、ライさん一番動きにくいキャラ使ってるからね、君たちの代わりに。みんなこれでグッズが手に入ると思ったら高評価チャンネル登録で願ってほしい。お願い。高評価とチャンネル登録2回押してね。2回押したらリセットされるんだよな、それ。よし、てかも入ったー。しゃー、オッケーオッケー、結構スムーズにクリアしたね、これで。よかったー、あぶねー。さーて、結果はどうなっているのか、みんな楽しみに待っててね。ないっすねー。まあ、通知何も来てないなー。なんで？なんで手に入らないのか、マジでわからん。こうなったらもうやけくそだ。小さい畑に移動して、いつも通りでっかいジャンプで外に落ちれば、きっと向こうの扉が開くに違いない。とりあえずやってみるぞ。スタート。よっしゃ、みんな、小さい畑に行って、飛ぶぞ。今回やる大ジャンプの注意点なんだけど、まあ、今回あくまで検証のためにグリッチ使ってるので、みんなは周りの迷惑になるやり方では絶対使わないように気をつけてね。みんな、ジャンプしたある夫人を怒らせて、何かしら通知とか変わってるはずだから、行くぞ。よーし、こんだけ飛んでりゃまあいけるっしょ。よし、オッケー、じゃあ行くぞ。多分みんなが飛んだということで、ダライさん、一旦もう一回トイレで様子見てくるわ。おー、飛んだ。大丈夫か、クロッキー大丈夫か。すごい飛んだよね、今ね。果たして、夫人は変わってるのだろうか。果たして結果は。わらわらわら。あれ、皆さん、マジで申し訳ない。どうあがいても枝豆富士のグッズ手に入れることができなかった。まあ、何かしらやり方があると思うんだけど、もし見つけた人がいたらコメントで教えてくれ。というわけで、ここまで動画を見てくれて本当にありがとう。 X や TikTok もやってるので、X や TikTok もやってるので、よかったらフォローしてもらえるとめっちゃ嬉しいです。あと、X で支援家、ライトミュージアムで募集してます。ライさんに素敵な絵を描いてくれると嬉しいな。では、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。